よしちょっと。はい、こんにちは。高知市にね、拡声器を返しに来たりとかして、また引っ越しの再開ですね。引っ越しの途中だったんで、まあ選挙は散々な結果で、活動を選挙運動しない方が票が入っていたという結果はそうでしたね。7年前脱原発活動のその途中で、全国を旅する途中で、地元の、まあその私は脱原発社会を政治的にね、理念として各選挙に出てそれが必要だと、脱原発社会を実現するんだというふうに言って、地元の町長選挙でそれを実現するんだということで、割とこうはちゃめちゃに見えるようでちゃんと統一して、国政選挙、大阪市長選挙とかそういう目立つ選挙はね、全国ネットで主張が拡散できるから、あとあまり関係のない市町村の選挙には出ないということなんですよね、私はね。例えば NHK から国民を守る党の立花さんは、とにかく当選の可能性があるところとかを選んでいくわけです。あれはあれで一つの方法なんですけど、私はやっぱりその自分の本来理解しやすい選挙区で出るという、高知県会議員選挙とね、この元山町の地元の町長選挙には出ますよと。あとは国政選挙とか大きな目立つ選挙で国民にその自分の主張を理解してもらうためにやるんですよということでやってきたんですけど、今回の町長選挙で分かりましたね。私のその主張っていうのは、地元の町、私の主張を理解すれば理解するほど、今回は結構主張を届けたんですよね。高知新聞に妨害されてると言いながらも、私の主張は前回の7年前と比べたら格段に届けたんですよ。そうすると、いやいやいや、藤島、それは町長選挙の、テーマじゃないでしょう。つまりその、いや藤島は町長じゃないでしょと。それは、自分たちが求めている町長というのは、藤島が言ってる町長じゃないよと。藤島のような町長じゃないよという、そういうこう、町民の意思が示されたんですよね。高知新聞にいろいろとこうごちゃごちゃされたのはあるけども、それにしても、町民が望んでいる町長のそのスタイルっていうのは私からかけ離れているということがよくよく分かったんですよね。で結構反応は良かったんで、手も振ってくれるし、頑張ってねみたいな感じで、本当によく今回は声をかけてもらったり手を振ってもらったりしたんで、もう格段に違ったんで、私はいや結構票は入るんじゃないかなと思ったら、頑張ってね、でも町長は違うよと、もうでもあなたにはいらないけれども、あなたの言っていることはよくわかるよ、頑張ってねという手の振り方とか応援の仕方だったんですね。とにかく頑張らないかん、藤島さん頑張ってみたいな感じで、結構そのご支援はいただいたと思うんですけど、でも町長は違うよねと。それでまた僕がこういうこう明るいキャラクターで振る舞ってるから、別にその素の自分を出してるだけなんだけども、これでそのあいつはもうぶちこけても全然問題ないし、当選するつもりでそもそもやりゃせんろうと、いうイメージを自分で、作っていったんでしょうね、私がね。本当に見事に入らなかったですね。もう多分兄弟、父親の兄弟とか同級生の家族、もうそのぐらいしか入ってないですよ、本当に。こう回っていく中で僕のポスターを貼ってくれたりとか、何人かね、本当1枚2枚の話なんですけど、
とにかく、まあ、2人ぐらい大体頭に思い浮かぶんです。私脱原発でした、僕も脱原発やったよという方がいるんで、その人たち、まあ、2人だからもう本当にごく少数。あとはね、やっぱりその前職と元職の、町長が本当につばぜり合いしてたんで、まあ埋没した。そしてその前職でも元職でもない、もう両方とも嫌やと。で別の人にでより期待したいっていうのは加藤さんという、まあ、加藤君40歳の若手がいたんで、そっちへごっそり持っていかれたと。まあ彼優秀なんでね、素晴らしい人材だから、まあそういうことで埋没して、前職か元職の町長以外の選択肢なら加藤君だよと。藤島はなんか町長としてのイメージは全く湧かないということなんでしょうね。多分僕の政策はその地域分散型ネットワークシステムの役場のスタイル、つまり役場は小さいものを作って各地区に、分室を作ってネットワークでつなぐと言ったんですけど、それはもうまあみんなついてこれないんですよね。えみたいな、こうイメージが湧かないんだと思います。で、まあ、脱原発だとか高知白バイ事件とか、それは町長選挙に関係ないでしょと。だから全部自分が自分で活動のこれまでの報告をしてきた、タウンメールにもそのこれまでの活動報告として以前の印刷物のビラを入れたんですよね。でそういうことが全部逆になった。下田ガソリンをまあまあもうしょうがないから、ここまで来たらもう今高知市内なんですけど、元山に帰って、ポスターハギをしなきゃいけない。貼ったポスターハグ必要はないんだけど、みんな履いてるんで、田舎はご丁寧にね。で僕だけ一人残るんですよ。そうすると10年前の僕がうんとかわいそうなんで、写真がね、若い時の写真が一人ポツンと山の中に残るんで、それかわいそうなんで、まあ剥いでやろうと思うんですよね。でまあ私のその考えを、これまでの活動経過を伝えれば伝えるほど、町長としての活動じゃないという活動を伝えることになるんでね。今まで脱原発とか冤罪事件とかこういうことをやってきたんですよと。それで大阪市長選挙では、2番だったし、埼玉5区では共産党にも勝ってきたんですよというようなことを、まあ自分の実績としてある意味自慢げに言うてきたんですけどそれはね、ああそうですかと。でも町長選挙には関係ないですよねと。だから伝えれば伝えるほど私の実績というのはだから藤島は町長じゃないんだよと。今回の選挙はもう今西さんか、細川さん、前職か元職の争いで、まあそのどっちもに入れたくない人は、加藤君という若手に入れますよという図式を、まあ、私自身が作った格好になったんだということですよね。で、まあ、確かに高知新聞に非常にそのごちゃごちゃにされたのはね、よろしくなかったけどね。あれがまた、まあだから実際に報道でいじくられたので、まあ、そういう意味ではまずはがっすりとこう減らされて、それから自分でとどめを刺しに行ったということになりましたね。まあ、高知新聞が私の政策と違う政策を載せて美しい歴史と町、美しい、町、歴史のある町を前面に押し出していく、そんな政策じゃないですよね。あれは一
1時間半ぐらい語った中の、ほんの一切れを私の政策のように書かれたけどもね、他の人はコロナ対策だとか、産業振興だとか政策らしい政策が鍵括弧で入ってるんだけど、私だけなんか美しい街がどうとか歴史だとか、そんな政策にならないですよね。そういうのは要するにその政策の背景ですよね。そういうピントのボケたことを言ってるのは、ああ能力がないねこの人は、何をボケちゃうんやろうという評価になりますからね。何を言うかわからない。まあだから高知新聞にはまあまあ本当にコテコテにやられましたねということですよね。もう出馬表明から1ヶ月私の政策として渡してこれだよと、副町長人事だよという私のね、それが1ヶ月以上乗らなくて、最後の最後みんながごちゃっと出た時にドサッと乗ったんで、もうその時は決着ついてるわけですよ。もう藤島はなんかようわからん、これは今にしたい細川前職対元職の争いだと。で若手なら加藤さんかなというある意味図式が固まった後で、5日間しかね選挙戦がない2日目ぐらいに新聞に載ったわけでしょ。2日目か3日目ぐらい、まあ、残り2日3日ぐらいでほぼみんなの投票行動がある程度決まってる細川さんと今西さんの争いだなと、元職前職どっちにするか、どっちが勝つかという争いの中にもうすでに埋没している状態で、私の副町長人事とか、いやいやいやそんなんごちゃごちゃって出て、いやいやいや藤島もう元々あなたはレースに参加できてないでしょというのを形作られた上でごちゃごちゃっと政策を書くことは誰でもできますからね。どんな政策でも言うことはできるんだから、まあ、そういう風に取られたんですよ。よく藤島の政策はわからないという風に取られたんでしょうね。まあ伝えれば伝えるほど票が減ったということでね、まあすでに埋没してたということです。これは本当に残念なのは選挙戦略としてね、僕はわざわざ今西さん側に自分のそのラグビーの先輩がいたから僕は出ますよという情報を流したんですよ。同じ集落の人にね、元職の町長のね、同じ集落の人に、あこの人に言うたら伝わるやろうなと、僕が出ますよということを伝えたんですよ。もうそうするとすぐに元職の今西さんが記者会見してね、ああやっぱりなと、準備しとったんだなと。でそれに続いて私がそれを踏まえて、ね、前職、まあ前職も出るのかな、ちょっとわからんなと思ってたんで、まあ、私に乗ってくれるのが一番良かったんで、まあ、そういうのも期待をして、前職と元職町長経験者2人を副町長に招いて町の融和策にすると、喧嘩をやめてもらいます、一つにまとめるというのをポーンと打ち出したんだけど、いいタイミングで打ち出したんですよね。私としてはカウンターで、元職が前職を批判して、出てきたところに私がカウンターで、いやいやもう喧嘩はやめてまとまりましょうと、私がリーダーでやりますよというカウンターを入れたんですけど、それをカウンターパンチを消されたということです。カウンターパンチなんて相手が打ったタイミングで打たんと効果ないからね。一月以上カウンターパンチを出せずにいたわけですよ。その間に埋没したんです。争点がないって書かれる高知新聞に、争点がないと。で僕のその 副町長人事の代わりに美しい街と歴史のなんとかかんとかっていうのを書かれて、それは政策じゃないですよ。で争点はないと高知新聞にしきりに書かれて、でつまり前職が辞めました、元職が前職が辞めるという表明をした、元職が出ますよと、これは最有力候補ですよね、出ると。あとこの前職が、当時現職だけど前職が出直しで出るのかどうか、まあ、それはちょっと待ってみなきゃわからないと、考えてみますというようなことで、でその元職が出た時に
元職一人しか出てない時に、前職を元職が批判して出たので、私がカウンターでいやいやそんなあの対立はいけません、融和策でいきましょうという対立策に対して融和策を打ち込んだんですよね、カウンターで。でそこにはあの庁舎の建設方法が一極集中型と分散型と全く違う建て方で、対立軸は主にそこになってくるんですよね。まあ電力公社っていうのは特色であって、私のあの政策の特色であって、対立軸にはなってないんですよね。町のその産業策だから、前向きの政策だから、矢印のベクトルとしては向きは一緒で種類が違うと。電力公社のあの作戦はね、電力公社を作って、まあ、自然エネルギーで儲けて町を活性化させていくっていうのは前向きな産業策であって、あのカラーが違うだけであって対立していないわけですよ、各候補とね。いいことをやっていけばいいので、ベクトルの向きは一緒と、対立はしてないということなんですね。まあお分かりいただけると思います。でその高知新聞はしきりに対立軸はないということを書いたわけです。いやいや、ところがもうあのちゃんと新庁舎の建設は支所をたくさん作ると、新庁舎建築に合わせてね、支所をたくさん作っていくということで、まあ、言ったら横に平べったいイメージの分散型の役場の建て方にすると。であとは一極集中型のベテラン勢と全く違う政策で、対立軸は主にそこなんですけど、融和策、あの今回の選挙の争点がないと書かれましたけど、選挙の争点はあの元職の前職に対する対立政策に対して私は融和策という争点があるわけですよね。それから役場新庁舎1回建てたらまあ50年はあるわけですから、そういうベテラン勢の一極集中型の政策に対して私は争点として分散型ネットワークシステムを持ってきてると。もうそれはあの毎日新聞なんかはもう新庁舎を支所をたくさん作るということであの政策を立てているということをポンと最初に私の記者会見の翌日に出してる。新聞記者ならすぐ分かるんですよ、あこれが対立軸だなと。もう高知新聞分かっててそれをこう言わずに、対立軸はないと、争点はないと書いて、で私のその人事策を書かなかった。まあだからそこは意図的に高知新聞は上手に消していって、で藤島の特徴としてはこの前、秋に昨秋、知事選挙に出馬を表明していながら直前で辞めたということをしきりに書いたんですよね。だからそういう私のその政策として、特徴的な対立軸である争点である副庁長人事融和策を書かずに別の政策を作って、鍵カッコ付きで私の政策だと、町の美しい町とか歴史を前面に打ち出していくというね、私の政策として渡してない。1時間半記者会見した中で喋、った一つのその言葉を切って持ってきた、それを政策と偽ってね、それを一つ続けたわけですよね。で、結局みんながごちゃごちゃっと7つの政策とかいう質問が来て、あこれでやるんだなと、まさかこれで分けさないだろうなと思ったけど、まあそこで分けさずに、まあ、いわば選挙の終盤3日ぐらい前に新聞に出た投票のね、まあ、そこにみんなの政策と一緒にごちゃごちゃと入れていったわけですよね、その人事策をね、副庁長、まあ、そうするともう体制が決まってるので、何言ってるんですかこの人はっていう、まあ好きなこと言うたらええわという感じで取られたと、まあ、そういう、分析ですね。まあ、高知新聞のせいにするとかうんうんじゃなくて、まあ選挙はなぜ負けたのかという分析をしなきゃいけないから、それが分析ですね。対立軸を消されて、カウンターで放り込んだ副庁長人事をカウンターじゃない、時期に、ごちゃ混ぜにして突っ込まれたと。まあ見事な高知新聞の作戦で、高知新聞が言いたいことだけ伝えていった。私が
一月前に出馬表明した時に私の言うたことは、人事もカウンターもそれから分散型ネットワークも私が言いたいことは全部消した。そして高知新聞の言いたいことを書いた。それは何か、知事選挙に出たけど直前で取りやめたと、まあ、そういういい加減な男だということを高知新聞は伝えたくて、それは伝わったわけです。それしか書いてないから、あの肩書きなんかに脱原発社会を実現する会、政治団体代表とは書かない。高知新聞はね、そこはごまかさずに、うやむやにせずに、政治団体代表とは書かずに脱原発社会を実現する会という政治団体の代表だと、そこは詳しく書くわけですよ、より詳細に。つまり町の政策とは全くかけ離れたあのことをやろうとしている政治団体の代表ですよということを強調するわけですよね。で、知事選挙に出馬をして、すいません、よいしょ、ちょっと車を止めて、これね、カーブの多い車を止めて、ちょっとビニールテープで止めようか。あの高速を通らずにね、いつもあの山道下道を通るんでカーブ上り坂とか多いんですよね。よいしょ、ちょっとテープで止めておきます。よいしょ、まあ手作り感満載でね。本当にさすがは高知新聞、もう高知新聞も本当に反則すれすれというか大反則、もう社運をかけてやってますからね、私を潰して、もう潰しきっちゃろうと思って考えて考えて、本当によくいい手を使ってきますよ。後から考え、なるほどな、なるほどなっていう、こうリズメの手を打ってきますよね。私のカウンターをもう一つポーンと、やっぱりね、出馬記者会見って大事なんですよ。それでね、ほぼその人のキャラクター決まるから、もうそこが勝負だって分かってるんですよね。そこが勝負だって、もうほぼそこで大体の、まあそうだな、投票に行った人の7割はあの大体もう出馬記者会見、元職、私、前職、加藤君というふうに出馬会見したんですけど、あのそれぞれに入った票の7割はもうその時点で決まってるんですよ。だから私 の、 あのそれはあの選挙の統計学で、あのデュ・ビルジュの法則とかね、あのデュ・ビルジュの法則っていうのは、まあ以前も言ったけど、要はその当該選挙のプラス1議席までしか、あの有権者の関心は向かないんですよ、当該選挙の議席数。つまり今回町長選挙1でしょ。そうするとそれプラス1、つまり2人、今回もう候補者が、あの加藤君が出るまでね、候補者は3人だったわけですよね、元職が出て私が出て、そこで2人、この、元職と私の対決なら私にもかなり票が入ったんです。当然いわばその前職のグループも私にしか乗れなくなってきますから、まあ一番それを狙ったんですけど、カウンターを入れてね、政策をそこで、前職
には副町長やってもらいますよとメッセージを伝えたかったわけですよ、ご住民に対してね。ところがそれを消されて、前職は私にこう乗れる環境だったんだけど乗れなくなって、なんかよくわからない、藤島じゃあちょっと頼りないからとにかくあんたが出ないかんという声になったんでしょうね。私に乗るという手は当然あったんですよね、前職はね。そうするとある意味確実に前職グループが勝てる可能性が高まるわけですよね。今回も最後まで分からなかったけど、まあでも僕がこう頼りなく見えたわけですね。政策もなんかよく分からない美しい街を、歴史の街をこう前面に打ち出していくとかで、この分政策にも何にもならんじゃないかと、なんやこいつはと、まあ、脱原発活動家やからねということだけ、脱原発社会を実現する会と高知新聞がね一月前に打ち出した高知新聞を読むと、みんなも高知新聞を信頼し切ってますから、高知新聞の情報はもう絶大なんですよ。だからそこから取った情報っていうのはもう最終的な情報で固定観念につながるんですよね。高知新聞もそれ分かってるから、だからもう記者会見が一番大事なんですよ、まあ、そこで、私は本当に特色ある副町長人事を消されてカウンターにならなかった元職が前職に対して対立軸を作って批判して出たわけですよ。前職をね、元職が前職を批判して出た、それに対してもう批判すまいやと、もう二人とも副町長やってよという融和策のカウンターを入れたけど、それを消されて、で、政策の書きかっこつきで目立つところにね、美しい、なんか自然と歴史を前面に打ち出していくというような、もう安ニュイなというか、もやもやとした抽象的な政策を私は作ってないのに、渡してないのに、テキストで他のものを渡してるのに私の政策だとして入れられたわけですよね。そうしたらもうそんな政策立案能力がないとみなされる、こんなもん政策にならんやかというようなことですよね。で、まあ前職グループも私にも乗れなくなったという雰囲気もあるんでしょうね。私に乗るかという声も一瞬はあったと思いますよ。ないかな。まあとにかく前職が出た時点で元職対前職の対立が確定したということで、そうすると一席しかないところに元職と前職で2人、それがデュピルジュっていう、デュピルジュの法則っていうのがあるんですけど、それだともう3人目の私は2、300票しか入らなくなるわけですよね。注目度で持って、それが精一杯なんですよ。ところが加藤君という超秀才が4人目で出たので、私は吹き飛んだわけですよね。もうそれはやっぱり加藤君が開成高校出身、都立首都高校ですか、首都大学か、都立首都大学出て、まあ超秀才であるにもかかわらず、まあその自然農業とかそういうこと考えて移住してきて13、4年本山町でしっかりやってると、仲間も作ってるという評価を受けて、まあ根なし草の脱原発活動がいつ帰ってきたの、あ最近帰ってきたの、へえみたいなものよりも、やっぱり13、4年こう地元で農業をやってる加藤君がね、また彼チラシタウンメールも作ったし、それで詳しく彼の人柄が伝わったんで、まあ、私の手作りのなんか薄い字の細かい読みづらいのよりも加藤君のはそりゃいいですから、私の票はごっそり加藤君に持っていかれたということで、まあ、ペンペン草も生えんような状況になったと。まあデュピルジの法則から言えば全く相手にならない男4位の県外に私は消えてしまったと、まあ、いうことですね。だから最初の